梅原ラジオ。梅原ラジオ。梅原ジオ。梅原ジオ。梅原ジオ。はい梅原ジオです。はい。二週間ぶりの。はい。でございます。二週間ぶり。そうです。一週間ぶりじゃないですか。二週間ぶりなんですか。こればいって。 場合二週間ぶりですかね。かなるほど。あ、そうか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 。本来一週間ぶりですもんね。そうですね。うん。ええー、三月十日第七十回ということで。はい。先週ちょっとフードさんがあの退職ということで、はいはいそうですね。させていただきました。はい、うん。ええー、今週はフードさんもいらっしゃるので、ええー、はいはい。ええー、まあ二週間あったんですけど、うん、この二週間はいかがでしたか。えーっと。 いかがでしたかねあんまり何があったか覚え、もなんかね、うんうん、記憶がないんですよ、も平和な、平和な一週間、二、えー、週間でしたね。うん、そうですね。特に何もなく。ちなみにあの、小指の具合は、二週間経ってどうなりましたかねえっと、あ、だいぶ良くなってきてるとは思いますね。一応なんか、疲れで三週間ぐらいかかって、うんうん、まあ全治一ヶ月みたいに言われたんで、 あそうなんですね。そろそろ1ヶ月って感じですか。からあと1週間ぐらいですかね、たぶん。ちなみにこの2週間で、やっぱりその先週2週間前のラジオの時に、ちょうどあのストー5のアップデのちょっとあとぐらいで、お二人がいろいろ感想を言ってたと思うんですけど、はい、やっぱりそこから2週間経って、ちょっと変わってきた部分ってあるんですか,かいやー、前回何話したかっていう。まあ えーまあ、丸くなってきた感じですよね。最初の印象ってどうしてもこう、強くなるじゃないですか、ファーストインパクト。はい、だからそういう、まあと、角が取れてきて、まあまあ、こういうゲームなのかな、みたいな感じにはなってきてますけど、うん、劇的に何か大きく、うん、こう、認識が変わったかっていうと、それはないかな、っていう感じです。なるほど。はい、まあ、そのあたりもまたちょっと、フードさんが出てきてから。 もし何か不動産側でもあったらまたお話しいただければと思います。で、えー、ちょっと先週お話しさせていただく予定だったんですけども、はい、えー、ビーストカップの、えー、18歳以下の大会を行うということで、3月20日夕方からなんですけども、うん、今回初めて年齢制限があ,のあるということで、これを行おうと思った。 理由というか、動機というか。いや、まあ、あのー、深いね、あれはないですけど、うんうん、ただ、まあ、その,このく、いろいろと分ける、まあ、年だったり、ランクだったり、まあ、もしかしたら、まあ、フードとかやってるけど、性別だったりとか、はい、はい、そうすることで、こう、まあ、相対的に、うん、なんて言うんでしょう。 うんまあ、目立つじゃないですか。平たく言うと。そうですね。そう,、ね <laughs> うん、そ,うそうそう。うん、なので、まあ、そういう無差別で基本格ゲーってやるものなんです、やってましたけど、はい、あえてこう区切ることで、その枠の中での強い人だったり、面白い人っていうのが見つけやすくなるんで、はい、まあ、これに限らず、そういうのは、どんどんやっていくべきかなというのはありますね。そうです。また違った面白みが発見できるかもしれないですもんね。うんうん、大会うことで。ですね、はい。 えまあそれが3月20日で、まだあのエントリー募集中ということで、もしあの出たい方いらっしゃいました、はい、あのちなみに結構、あのまあビギナーの方でも参加されている方とかも全然いるんで、なんか LP 制限はないんですけど、とりあえずちょっとなんか出てみようかなっていうので、全く問題ないので、ぜひお気軽にお、はいお。オンラインですよね。オンラインです。はい、オンラインってね。な、うんはい、ので、お気軽にご参加くださいということでございます。はい 2週間あったんですけども、実は私的にちょっと大変なことが起こりまして、毎回毎回、そんなに怒るもんですかいやいや、そんなハードル上げるつもりないんですあの実はですね、最近ちょっと外に出るとですね、目が痒くなるようになりました。あ、鑑賞ですか。ついになったのかなと、この年になって。あなってなかったんですね。なってなかったんですよ、今まで。なるほど。 こんなかゆいのかと。うん、で、いや、けどこれ認めたらなんか本当にそうなりそうだしなと思ってたら、今日ついに鼻もすごいもう、歩いてたら垂れてくるぐ,るぐらいの、ぐずぐずな状態になって、うん、もうこれはちょっと認めざるを得ないのか、はい、うん、まあ、なったんでしょうね。なんか梅原さんも年齢、僕とかもなんか、 肩周りの関節がもう明らかに硬くなったりとかしてるんですけど、うん、年齢でここちょっと変わってきたなみたいなのってありますまあ、その、太るとかね、まあそういえば単純シンプルなありますけど、まあでも、それ以外だと、やっぱ名前が出てこない。ああ、名前が出てこない。あとは、うん あとなんだろうな、でも俺、あんまり年齢による影響を受けてない方じゃないかなと思うんですけどね、内面は。はいはい。うん、あの肉体的には出てきてると思うんですけど、内面は結構若いんじゃないかなっていうか、うん、思ってますけどね。いや、素晴らしいですね。まあ、年相応の方がいいこともあると思うんですけど、まあ、いいとこもあれば悪いところもあって、とにかく若いと思います。はい、大事です。うんはい、気持ちは若くいきましょう。<laughs> 私も気持ちは20代なので。<laughs> はい ということで今週もまあフードさんに登場していただきたいと思います。はい。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつもどうも。最終ねちょっとやみ上がりで。はい。よろしくお願いします。いや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 。ないです。いやここからまたお二人にまたリアルタイムメールも募集しておりますのでどんどんメールを送ってきてください。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ二週間ぶりということで。そうですね。 お久しぶりでございます。はい、お願いしまスト5の方はちょっとなんか、もしかしたら俺、スランプかもしんないってぐらい、今負けてるんで。やってないでしょ、だって。やってんのやり始めたました。ああ、はいはい。はい。なんでちょっとね、今日は質問しないんですけど、これがもしもう一周続くようだったら、来週、そこら辺の質問としようかな。いや、さすがに、やり始めればっていう話だと思うけど。とは思った。はいはい。ちょっと、早速俺の方の質問。 今回はモチベーションについての質問します。エヴァンゲリオン最新作「シン」が公開されたので、序発、うん、球を一気見しました。先日でそれにより、もともとそこまで興味なかったシン・エヴァのモチベがめっちゃ上がりました。うん 自分の場合は、事前に予習したり、内容をある程度把握してから見る方がモチベが上がるのですが、ええ、ま梅原さん流のモチベの上げ方があったら教えてください。ちなみになんですけど、ウォッチパーティーで見て、まあ、リツナーと見たんですけど、うん、ますごく楽しかったので、梅原さんにもしたいなと思います。一緒に男は辛いよとか見たいなと思ってます。<laughs> なるほどね。いやー、大事だよね。というか、俺、 ちょうど、ま、あこの間配信でも話したんだけど、うん、あの、読んでたの、ま。ネタバレダメです、ネタバ確かにね。エバーでネタバレ今すごい、あの、あれなんで、コメントの方で、ね。あネタバレ。あはいはい。ま、あ俺は見てないんで、なんでもないんですけど。うん、あの、ちょうど、いろんな漫画の最新刊が出たんですよ。おうそう。あの、電子書籍なんだけど。はいはいはい。で、えっと、えー、週刊連載。 の、まあ、ジャンプとかの、週刊連載の最新刊はなんとなく内容を覚えてるから全然いけるんだけど、うん、あの、半年ぶりとか、下手したらもう1年ぶりとか、ぐらいにその新刊が出た漫画とかもあって、うん、そういう漫画はね、<れ>もうね、わかん、あれど、どんな展開だったっけみたいな感じで、内容忘れちゃって読んでも面白くないんだよね。月刊とかそうですかね。そう。うん。 だから、あの、場面が変わるとかだったらまだいいけど、場面変わらずで、継続で新刊はかなりきついなって思った。ああ、なるほど。そうだ定期的に知識やっぱ入れた方がいい。ええー、よっぽど好きな漫画だったら、より貯めるか、読む前に、2、3冊前から読み直すとか、が必要だなーって。うん、だから、エヴァもそうやって一気見したっていうのは良かったと思うけどね。うん いやなんかこういうのって、モチベの上げ方なんで、マスト5とか、他のこう、なんか仕事とかにもつながるのかなと思って。ああ<ー>、うん、その、今のってだって単純に自分がこう、モチベっていうか、見る側だからね。まあ、モチベっていうのか、まあ、テンション上げていくみたいな感じだよね。あってもなくても見れゃいいですもんね、うん。興味を持ったみたいな感じだよね。ーゲームの話それともそうじゃないいや,いや、モチベが上がるって、すごい、あ、実際上がったんですよ。 こう見ようっていうモチベーションが上がって、あなんかいいモチベーションの上がり方だなと思って。で、なんか多分いろんな種類のモチベーションの上げ方っていうのが多分あるんだろうなと思って。うん。んこれ、俺はね、多分ね、うん、性格絶対あってあの、プラスをモチベーションにする人間と、うん、マイナスをモチベーションにする人間多分二通りいて、俺完全にマイナスなのね。コニにロろ負の力みたいな。ああ、こんにもあるんだけど、 あの、こうなったら、すごい嫌だなで頑張るタイプなのよ。うーん。うん。こうなったら楽しいだろうな、もう、まあ、なくはないんだけど、結構ね、最近は、こうなったとき嫌だなで頑張ってる気がする。えスト5とかもそうなんだ。スト5もそうだし、うん、そうだね。例えば大会とか出て、うん、うん、なんだろう。負けたときのことを想像して、 ああじゃあ頑張るかみたいな感じ。<ー>自己嫌悪になっちゃう。なんかもうちょっと頑張れたなとか、もうちょっとここ辺詰めれたなとか、思うのが嫌なのね、後から。ん<ー>それが嫌だから、頑張ろうって感じで。勝った時の嬉しいとかは全く興味ないっていうか、そこはモチベーションになんないね。ああ、まあそれは、そ、その時にもらえる感情ってだけっていう。そう。<ー>その未来を見越して頑張ろうって時にあんまりなんない。 普段普段楽しいから別にそれでいいやっていうそのな目標立てるのはあんまり苦手でどっちかっていうとそういう恐怖の方があのモチベーションっていうかその頑張るときには俺は使えてる感じがするうん,うんなるいや俺あんまないのかな <laughs> そもそもなんかモチベーションっていうのが低いのかもしんないなと俺、はい、モチベーションあうん,うんモチベーションただでも楽しいことは好きなわけじゃん ま誰でもそうか。うん、好きっすね。むしろま、そこに全振りしたいなと思ってるぐらいで。うん。だから、価値に興味がないってことだよね、あんまりね。その、例えばゲームをプレイして楽しい、その場の楽しいっていうあるわけじゃん。うん、楽しいとか、悔しいとかね。ねそれが多分一番大きなものじゃん。それが、それこそが本質じゃん、ゲームの。でも今って、勝ったらその、褒められるとか、負けたらこう、 まあ、けなされはしないかもしれないけど、うん、とかお金がもらえるとかもらえないとかって付加価値がつくようになってる。勝負は別に。そ,ねうん、そこがあんまり興味ないってことな気がするんだよね。ーゲームそのものの本質の部分はすごい好きだけど、それについてくるものにあんまり興味がないっていうことなんじゃないかなっていう気がするけど。うん、エメラさんもそう俺は相当そうだと思うけどね。うん、まあそうですよね <laughs>。かなり、あの、大会って、 っていうものでモチベーション上げるのは苦手いいことか悪いことか分かんないけども、うん、苦手だね。うんまあ、大会によってこういう未来になるっていうのはある程度わかるじゃないですか。例えばどうですか例えば、まあ、A さんが年間100回優勝したら王になるじゃないですか。うんうん、はいはい、そうだね。その未来でその A さんはもうなんか,なんかもう例えば暴虐無人である。<laughs> それは良くない未来が来そうだなって思うわけじゃないですか。 勝たしたくないやつはいるよね,たたとねっていうね。それも要するにモチベーションの一つだったりとかあ、だからどっちかって言うとそっちかもしれない。だから、うわ、こういうの嫌だなっていう感じの方が頑張れるかも。うん。なんかだから、その受け身かもしれないね。そういうゲームの本質の部分以外でのモチベーションに関しては結構受け身な気がする。 ああじゃあ曲のもうなんか幸せな空間すぎたらモチベーションがあんま上がんないかもしれないっていうあ。あ,あ、俺は絶対そうだし、多分みんなそうじゃないかな。あ,あ、まあもう満足してるし。うんで。逆に言うと、つまんないなって思うキャラはだ使えないのよ。大会とかをモチベにンできないから、うん、普段楽しくないとも無理だんね。うん、うん。だからキャラはなるべく自分が楽しいと思えるキャラを選ぶっていう。これはもう多分、もうずっと徹底してるね。うん。 了解丸。<laughs> って感じかな。了解丸。あの、ォッチパーティー面白いんですよ。あの、俺初めてやってたんですけど。あなんか楽しみ、ね、違う媒体なんで、ちょっと、あんまりオスのことかなと思ってるんですけど。うん、はいはい。じゃあ次、なんかあります。あ、じゃあ行きますか。あじゃあ今日はじゃ俺からちょっと行っていいですか、はい、お、いくらでも、いくらでも。うん、じゃあ今日はいい僕から、いや、僕からハガキを、メールを。 えー、ちょっと待ってねよいしょあらごめんごめんちょっと待ってね はい。じゃあ、宮田さん。えー、最近ストライブやっていて、えー、精神面で崩れて連敗することがあります。本望を受けて、長げよ。読み分けして、分かってるのに。と腹が立ち、プレイが雑になって連敗してしまい、減った LP を見て自己嫌悪に襲われます。そこで質問です。技術が足りてない面については、 毎試合メモに残し、反省して復習していますので、ゲーム中に精神を安定させる方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。なるほど。これがまあ、ない、ない、じゃん、俺ら。多分、あんまり。いや、これね、俺ね、これ、俺、めちゃめちゃあるんです。多分、最近の悩みまであります。どういうこと俺、 まあ、よくウィナーズから負けて、そのまま負けるってあるじゃないですか。だけじゃなくて、他のゲームでも超順調で1回死んだ後に、めちゃめちゃそこから死ぬんですよね、うん、同じところで。集中力切れちゃうんですよ。あ結構これね、共感するっていうより、むしろ直したい部分も筆頭なんですよね、自分の。 それはでもなんかさ、この、この人のその、ンボ投げよとか、<laughs> その、わかってるのにとかっていう、その、むしゃくしゃしちゃうみたいな、のとはまた違うじゃん。え、だから雑になるんですよね。あ、違うのかいや、でも、この人も雑になっちゃう、とは言ってるよね。うん、え、でも誰でもそうじゃないかなその、練習続いた後とかの、連敗した後の次の試合の勝率ってめっちゃ下がんない。 坂あるっすよね。うん。<や>それはでも誰でもそうだと思うよ。やっぱ集中力切れちゃうっていうか、うん、その、練習を維持するために集中してるし、練習が終わったーって言ってちょっと燃えつき症候群みたいになっちゃうっていうところもあるし、うん。それは誰でもそうな気がするけどね。うん、梅原さんはかなり少ない方ですよね、ここら辺ね。いや、そんなことないねこ。ま、去年の大会は結構自分なりでよかったけど、うん、例年、 振り返ってみたときに、そこがかん、なんつうの、そういう負け方も結構してるから。ああ、負け負けうん、負け負けも結構あったから。てぃ、たぶん、<な>あれ。なんか俺でもそれね、あの、このレベルって言っちゃあれだけど、プロのレベルの話をすると、うん、あの、もう、なんて言うんだろうな。すげえ平たく言うと自信な気がする、その時期の。 大切なのは。うん、そのメンタルっていうよりは、その時期の自信っていうかその、俺結構これ前から言ってるんだけど、メンタル強いっていう言葉ってよく聞くけど、聞くっていうか聞くし、言うけど、うん、俺、一、ずーっとメンタル強い人って俺見たことないのね。絶対時期があると思ってて。乗ってる時期とか、強いキャラ使えてる時期とか、攻略が進んだ時期とか、なんかこう、乗ってる時期ってあると思うのよ。うん。 でそういう乗ってる時期って、なんかやっぱりこう、心も強く持ってられると思うのね。余裕があるから。うん、俺はこっからまくれるぞとか。<も>俺はこっから、う,ね、うん、絶対そういう、うん、その逆が多分スランプだし。うん、うん。だから乗ってる時期だったら、こいつマジでメンタル強いなって人から思われるだろうし、逆になんか不調の時って、そういう、一回負けちゃってから負け続きみたいなことも増えちゃう。だなんかきっかけだと思うけどね。うん、うん。このレベルだったらね。 うん、だってあの、うんね、スポーツ選手とかでも結構あるじゃん、そういうの。あんなに強かったとか、あんなに活躍してたのにみたいな。ね、スランプ来ちゃうってあるから、メンタルって俺はその、筋肉とかと違って、そういう、本当、ちょっとしたことでバランス崩れちゃうもんだなと思うけどね。それをだどうやったら安定させるかっていう話ですよね。 結局もだから自力で、だからメンタルはそこまで安定してないんだけど、自力があるから勝っちゃうっていう風にするしかないんじゃないあ、まあこうなっても俺勝てる瞬間あるよね、みたいな。うん、その、だって、どんなにメンタルいかれてても、その、なんだろう。ビギナーには負けないわけじゃん極,極論だけどさ。うん、負けない、ね、うん、だから、なるべく勝率を上げるために、自力をつけ、つけるっていうか、ちょっとずつちょっとずつ地味な作業だけど、自力を上げて、うん、メンタルはもうなんか水もん、 つうかさ、常に強靭なメンタルでいられるって、俺はちょっと難しいと思うから、なんかメンタル全一とか聞かないですもんね。いや、だ俺は結構怪しいと思ってるよ。む、う、ず、んうん、いですよね。ら、キチパがこう最初こう、まあ、なんかセンセーショナルなデビューした時に、うん、もう、ドットに駒だけ重ねまくるとか、はいはい,はい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 。それってすごいメンタル強そうじゃないですか。うん、そうだね。けど、それって俺メンタルなのかなと思ってて。だって結果論だもんそれ。 結局。うん、いい結果が出れば、あの、メンタル強いだけど、飛ばれてたら雑だなって話になるし。<laughs> ね、<laughs> 立勝ち急いだなって。むずいって、むずいよなって。<や>インテピとかはなんかやっぱブレないなって思うから。ああ、確かにね。うん。<ー>んそう。<然>うん、ただ、ただなんかあの、なんだろう、精神が安定しやすい、 えっと、まあ、こととかあるとかっていうね、瞑想するとか、なんかさ、ルーティーンがどうとか。うんうん、ね、<う>あと、当然、メンタル以前に、睡眠不足は絶対弱くなるし、うん、とかさ、まあ、事前に何食うかとか。そのメンタルとかじゃなくて、調子、うん、体と、体とか脳の調子を、あの、なるべく良くしておくっていうことはあるんだよね。自殺ボケにしないとかね。うん。うん。メンタルってなんか俺、うん。 なんかちょっとね <laughs> あれスペ。今俺ちょうどメンタルトレーニング受けてます。えすごい。えっそうそうプロに教わってるってことえっとね、いや、その人も走りで、その練習台みたいな感じで。<laughs> ああ、なるほど。へえ、面白いなんかちょ。ちょっとなんかその分かったメンタルっていうのは、うん、あの視野を広げる手助けをしてくれるっていう感じです。へ<ー>えー。 B っていう考え方でしか立ち直れなかったのに、うん、まあ C とか D とかありますよみたいな感じをなんか,なんかそっと教えてくれるみたいな。ああ、もしくは自分で考えろよみたいな。ポジティブな思考のパターンを増やすってこと,とポジティブとかそういうのじゃなくて思考を増やすっていうのが多いです。うん、へえ。今のも例えばポジティブってくぐっちゃったじゃないですか。うん、そういうのは良くないですよみたいなどっちが感じで今ちょ,ちょうど。 俺、結構そういうの好きなんでうん。メンタルトレーニングはでもなんか結構やっぱ進んでる世界は取り入れてる人が多いよね。なんスポーツとかだと割とメジャーなところでうーまあ今後こう e スポーツに来るのかなみたいな感じでちょっと他にもメンタルトレーニングちょっと興味ある方は俺も全然あのガンガン受けてもいいなと思ってるぐらいです。うんあのー、俺だから前に思ったのがその マージャンの世界って、うん、えっと、とにかくその自分の打ち方を貫くっていうことが大事なのよね。まあ相手に対応するってことももちろん大事なんだろうけど、うん、やっぱ俺が感じたのは、その、変えないその、変えないこと結構大事みたいな。うん、そこがだから掲げとちょっと違うなと思ってて。それって相手が変えてくるからっていうあれがあるんじゃないですかえっと、それは格芸があっうこと えっと、え,えじゃないです、えっと、エイペックスってゲームあるじゃないですか、今で、強いチームって、俺たちはここに落ちるみたいなこと言うらしいです。そうすると、えー、そこの強いから、他のチームがそこに降りないっていう。で、マージャンも個人戦じゃなくて、まあ4人でやるゲームじゃないですか。うん、ただ、こう、俺は打ち方こうやるってやったときに、うん 周りが結構それに対してこう、引いてくれると有利になるみたいなのがあるからそれが強いのかなって。あ<ー>言はまあ。個人戦だから引くも引かないもないから。なるほど。うんそれ。それは別にそんな強くないっていう部分なのかなって今ちょっと思った。うんうんうん、いや、あの、例えばさ、その、要は、えっ、ー、と、正解って呼べる正解がない世界なんだよね。あまりにも。うん,うん。例えば、かんちゃんと両面で、 両面のが負けるっていうことが、まあ、めちゃめちゃあるし。まあそうですね。そう。で、押し引きにしても、まあこれは言っていいはずっていうのでも、裏さん、まあ極端な話、リーチ裏さんみたいな <laughs>。で、あみたいなとかって、け結構そういうそのトラブル続きのゲームだから、そのトラブルにいかにこう、なんつうのかな、心を動かされないかっていうのはかなり大事で、俺もだから昔、一日打った時とかってもう、もう何があってももう、 シーンみたいな、ふーんみたいな。うん。こう、はいはい、もう全然もうそんなの、ムシムシみたいな感じやってたから。うん、逆になんかこう、ちょっとそれでマージャンに対するその熱意みたいなのも一緒に奪われるみたいなとこあるんだけど、その、シーンって思いながらやってるとね。ああ、まあロボット。ロボットみたいにやるっていうのがあって。<ー>でも、なんかその、うん、いい結果が出ようが悪い結果が出ようが、俺はこれだからっていう、 のを貫くのが本当にメンタル強いっていうことなのかなっていう疑問に思ったことあったね。ここをもう、なんていうの閉ざしちゃってるような感じだったのよ。まあか、簡単な選択肢ですよね。そう。変えないって。うん。でも、格ゲーって変えることを余儀なくされるというか、相手がだってずっと飛んできたら弾は打てないし、勝利権打ってきたらわざと重ねられないし、<laughs> 相手ありきだからさ <laughs>、うんあ、その中でじゃあメンタルって何なのかって。 っていうのは答え出すのは難しそうな気はするけどね。でも俺はね、それもね、多分ね、そのうちね、あの、数値化されそうな気がする。例えば、追い詰められてない時のフードのボタン押す回数、1ラウンドに、例えば30回。うん。でも、フードが、いや、この試合ちょっと押されてたな、気持ち的に押されてたなっていう時のボタン押す回数20回とかさ。数値化される気がするんだよね。うん、だから負けてますとか。 そこを、VTuber としてもいいからいその、じゃあ、とりあえず何でもいいから、調子がいい時は僕は30回ぐらい押してるんだから、とにかく30回目標にボタン絶対押せみたいなさ、感じにすることで逆にメンタルが、あの調子のいい時と同じようになっていくとか、そういうことってあると思うけどね。うんうん、その側を、側を揃えちゃうっていうか、中身はもう水もんで見えないから、普段やっていることの、なるべく、 再現できそうれもなんかそのアナリストって言ってあの数字のやつですよね。うん、それやって、俺は時間が長い方が勝率が高いっていうのがあって、うん、あのはロングゲームの方が、梅原さんもちなみにロングゲームの勝率超高かったです。ああ、なんかそれ前言ってたね。うん。まあ、キャラの特性っていうのもあると思うん、うん、時間、タイムオーバーに強いってことだよね。そう。うん、タイムオーバー。 タイムオーバーの勝率100%だとはタイムオーバー狙いに行きたくなりますよね。<laughs> そりゃそうだな <laughs>、うん。でも確かに、それね、体感としてはっきり感じるわ。タイムオーバー付近の勝率高いなって自分で思う。うん。うん。キャラもあんのあだろう,からたたうん。残り時間が90秒、90秒とかね、あの、残り時間10秒以下になった時に、8割あったら、うん。そうよね。そこ目指したら、8割勝率あるってことじゃないそうよね。うん。 俺ね、でもそれ多分ね、答え出そうな気がしてて、多分だけど、スタイルがそもそも、終盤にちゃんとこう、材料を残してるってことだと思うね。ああ、そうですね。ゲージを、ゲージ,ゲージ持ってたりとか、うん、うん、メンタルの話ではない気がスタイルとかメンタルだけじゃなくて、単純に材料が多いからしのげるよねとかまくれるよねっていうことな気がする。無駄にゲージを吐かないとか。あそうですうん。仮に使い早かったです。 早い。あ、終わらせるの。終あればもう終わるから、うんうん、すごい,、はい、早かったなっていうのがありました。いや、でね、俺、この質問の人に、本当に俺がちょっと話をしたかったことっていうのは、うん、えっと、その、コンボ投げよとか読み、読み方分かってたのにっていう、その、イライラしちゃって、その、どんどん,どん LP 下がっていっちゃうっていう。で、俺、これね、一つには、あの、俺、人って結構増えていくんじゃないかと思って今後。 んなんでかっていう。<laughs> その情報はまあ、ありがとうございます。<laughs> で、えっ、ー、と、なんでかっていうと、俺これね、俺、俺ですら、一人の時はちょっとそういう気持ちになったりするんだよ。うん。家で、オンラインで一人でやってると。にゃこいつは、みたいな。うん、っていう気持ちが芽生える。だから、つまりどういうことかっていうと、えっ、ー、と、 人間社会においてこういう態度を取っちゃいけないなっていうフィルターがあるから普通にしてんだと思うんだよ、人間って。うん。あの、例えばゲーセンってそうじゃん。人が見てるから、そういうところでイライラしたりとか怒ったりするっていうのはみっともないなって思うからやんないわけよ。うん、うん。でも、この初めっから人に見られない。自分がゲームしてるところを人に見られないっていう世界が、になったら、結構そういう感情ってみんな出しちゃうんじゃないかなと思うんだよね。うん。 うん。まあ素の自分でいいですもんね。そう,そうそうそう。そうだってイラ、イラついた時にさ、別にそれを隠す必要はないわけで。うん。普段は人がいるから、隠すっていうか、まあ、出さないわけじゃん。うん。まあ、それがあるべき態度だと思うし。うん。で、だから多分そイライラしちゃう人とかっていうのは、なんかそういう、勝負になると我を忘れるというか、理性が飛ぶんだろうね。 うん、普段は人前でそういうことしちゃいけないっていうことを考えながら社会生活を送ってんだけど、あまりにも多分緊急事態なんだろうね。ゲームとかその勝負がね。<laughs> そう。で、なんかついつい出ちゃうみたいな。受けて投げえよって、これスト5だったら相当短期ですもんね。そう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 ,そうで。で、やっぱそういうのってさ、俺あの、見たくないのよ。みっともないじゃん。その人がゲームでなんかガチで怒ってるとかさ。 うん。どうでもないっすもんね。<た>助けるのもね、難しいし。うん。いうか、なんか、それやられるとさ、だって相手も、ええー、じゃ、この人とやりたくないなってなっちゃうし、うん。あんまり良くないことだなって、あんまりっていうか、すげえ良くないことだなと思ってて、うん。ン雀荘とかでももうん、そう、そういう風になられたら嫌だ、嫌だから、うん、ジャン雀荘とかでもさ、いんのよ、もう負けてイライラしたりなんか、態度変わったりするやつとかって、そういうやつってもう、一緒にマージしたくないなっていうのの、筆頭だからさ、 だ俺これはね、あの、どうすれば精神をあのよくできますかっていう、どうすればよくなるかって、俺、慣れだと思ってるんだけど、結局。うん。うん、慣れだと思うんだけど、いや、もう、最低限のそういう、まあ、エチケットみたいな感じで、身につけてほしいね。じゃあ、宮田さん、配信し始めればいい説まであるってことうん、だから人前でやったほうがいいと思う。うん、で、その時出ちゃったら、より考えたほうがいいよ、みたいな。 んだから、ま、あ直していくと思うけどね、さすがに。そうっすよね。うん。もうそれかね、炎上系ユーチューバーみたいな立ち回りするか。いやいや、ねまあ、まあ確かにね。<laughs> 投げえやっつって。もう <laughs> 投げえやっつって、ね。<laughs> パンチパンチみたいな食らってるだけで投げえよって、ね、切れたりとか。うん。ぜひ見るだムでね、皆さん。<laughs> そう、だからまあ、うん。それは結構本当に見ると引いちゃうから、あの、 まあ今後も,もゲームとかそういうなんか人とのこう対戦する苦があるんだったらなんか最低限のそういう怒らないとかイライラしないみたいなのは身につけておいような気がするね。うん。ずいっすね。なんか当たり前すぎて、なんか。えそうそう、俺らはね。うん。はい、まあっていう感じですね。了解です。うん。どうぞいやダメよって。 じゃあ次俺いいっすかうん。それ、ひさんで、梅原さん、風太さん、やつの方、で、ま、も、あ、ほいもう俺が勝手にホいにします。はいはい。<laughs> えっと、お二人は夢を見る方ですか、うん、目標、目標の方ではなくて見るゆ、寝るときに見るやつです。寝るとしたらどんな夢をよく見ますか、うん、また、その日見た夢を夢診断など調べたことあるでしょうか 自分の場合、部活を卒業するときは会社の部活移動を経験したときに、自分の歯が抜ける夢を見たことがあったのですが、後で調べてみると、歯が抜ける夢は人生の大きな変化や区切りを感じるときに見る夢なのだそうです。こういうのをマンダラでならないわけではないんだなと思った記憶があります。よければ、ご回答をお願いします。はい、うん。はい。はい、で、これ、まあ、俺、結構夢見るタイプで。うん、むしろ、 あの、夢診断とかも調べたんで。<laughs> 好きだよね、<laughs> 結構そういうのね。なんか。うん、全然信じないんですけど。うん。なんか一応、し、調べるか、つって。うん。ただなんか、あの、精神的な、になんか辛い時に見るみたいな書いてあるんでしょ。ははははははまあ、そうなのかな、と思いました。あ辛いんだ。いやいやいや、その、毎日、 かなり前。あははいはい,はい,、はい。うん、今今とかじゃないですけどね。えそうなんだ。俺も最近、夢見たな。特徴、特徴っていうか、印象に残る。うん。うん。あの、なんつうの、いわゆる、あれな、なんなんだ、その、あれど、どどっち、なんか、しばりみたいな感じかな。なかああ、かしばりめっちゃ。かなしばりと、うん 夢のまあ中間みたいな感じだね。うん。うん。で、久々だなと思って。はいはいはいうん。で、ね、そのその夢を見たきっかけがあって、うん。夢の中で、すごい、だから内容覚えてんだけど、夢の中で、なんかね、黒人を覚えてんだけど、誰か、まあその辺のメンバーに、うん、プラーゲーム4人でやろうみたいな感じになって。うん。で、えー、やだけど、まあじゃあ1区四、まあ、4人でやるなら、4人もいるんだったら一区かみたいな感じで。 やるんだけど、いざゲーム始めたら怖くなっちゃって。うん、ちょっとごめん、じゃ俺目つぶるから、ちょっと俺も連れてってみたいな。よくわかんない。現実とゲームの、なんか、ごっちゃならっちゃってるんだけど、<laughs> うん、目つぶるから俺のこと連れてくんないみたいな。うん、俺あの、ホンテッドマンションとかも目つぶる。目つぶったら終わるじゃん、自動的に。ああ<ー>。乗り物に乗ってるからさ、ホンテッドマンションとかも結局目つぶるんだけど。あ<ー>で、まぁ、あ、そんな感じで、なんか、まぁ、あ、自動でなんか、参加するから自動でなんか終わらしてみたいな。 感じの、まあ、感覚でやってたら、現実の方の、現実っていうか、なんかその、肉体的な感覚で、なんかね、ズン、ズンってなんかこう、胸に乗られてるみたいな。ああ、はい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 、はい。うん、そ,うそうそう。ズン、で、一人、二人、三人、四、うん、人みたいな感じになって、で、夢なんだかまあ多分夢、夢、夢の方だと思うんだけど、ね、 でも、声も出ねえし、体も動かんねえしでさ。うん、うん、えって。そう。あの時ね、まあ、わかったんだけど、うん。うん、あの、親を呼んだね。親を呼ぼうとしたね、あの時。えもう、やばすぎてみたいな。えー、いざという時に親を呼ぶんだな、俺はって思って。<laughs> <laughs> <laughs> 声出ないんだよ助けてくれって言って親,親を呼ぼうとしたんだけど、声が出なくて。それ夢の中っすよね、うん。まあ夢だね。まあ夢っつうか。うんうん、まあ夢と逆に中間ぐらいの感じなんだけど。うんうん、そう。<laughs> 超えてねえと思って。最後、やっぱ,最後やっぱあの本当に自分の力がどうにもなんだからってやべえときは親に頼るんだなと思って。<laughs> なんかちょっと面白かったけどね。けどまあそういうなんか真相心理みたいなのは結構あるでしょうね、夢っていうのはね。えー そう、<じ>そんなことあったのその、金縛りの息できないのはもうめちゃめちゃ一時期頻繁でええー、で最終的に水の中まで行って俺うんでああやばいなと思いました水そうそう,そうだ息できないですけど、うん、最終的にその水の中で息ができないみたいな夢になっちゃってああやだね怖いね結構あんまよくないらしくてうん怖いなそれああみたいな、うん、鼻詰まったんじゃないか あ本当に、無呼吸の可能性は高いんですけど。けど、うん、まあ、あの、怖かったなってなりました。えー、最初のとこか有名 <laughs> <laughs> な、有名な話 <laughs> じゃあ、そんなと、じゃあ、ちょ、俺は、じゃあ、ちょっとリアルタイムの方でいきますかね。<laughs> え、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 え。ええっと、ああ。 え、梅田さん、えー、ラジオネーム、カズロック、えーえー、じゃ、ホイで、えー、美容室で読みたい漫画。本日のテーマは美容室で読みたい漫画。私は現在、有楽町日比谷界隈で、あ、随分いいとこだね。美容室を営んでいるのですが、えー、最近サロンに漫画を置くのもいいかなと思っていて、何の漫画を置くか検討中です。そこで質問なのですが、梅田さんやプロさんが美容室に行ったときに、 置いてあったら嬉しい漫画、読みたい漫画があればお聞きしたいです。よろしくお願いします。お<う>めちゃくちゃ漫画読みたいけど、なんか、なんでさ、美容室って漫画ないんだろうね。やっぱこう、景観を損なうというか、うなんかこう、雰囲気を損ねちゃうのかね。うん、かたくなに置いとこないですよね。ぜあの、床屋はあるじゃん。ある。ねえ。屋はある。床屋はあるじゃん。 あれ子供をこうタ、ターゲットにしてるからなんですかね。ねえ、俺あれすごいアドバンテージだなーって思ってたけど。うんうん、あと、ま、髪の毛が入っちゃうからっていうのもあんのかもね。けど、髪の毛ぐらいいいんかなと思うけどなまあ、それでね、客足が、あれすればね。うん。でも今ってさ、店に着くっていうより人に着くっていうところないですかあ、結構ある。そうだよね。だから、うん まあ、漫画あればありがたいけど、うん、まあ、結局、その、あの店漫画があるから、あの店行こうっていうふうになるかなっていうのはあるけどな、まあ。携帯を注意されなきゃ何でもいいかなと思っちゃいます。俺、結構携帯もう握ってるんですけど、はいはい、切,切ってる時は問答無用で。なんか、そういうの、その空気がこう全然問題ない人の方が嬉しいなと思う。<laughs> それは別に注意されないでしょ。でもなんか、 ちょっと雰囲気悪いかなと思って。いやって感じ悪い人かな,みたい,ないやいや、だって長時間そんなさ、何 <laughs> ガチンコでマンツーマンで話すの。相手もそんな話したくないだろう。いやー、ねと思うから。俺は、これはもう、あのね、あの、もう中華料理由に置いてある漫画です。だからもう、一回読んだけど読める漫画。ああ、読み切りっすよねあ。あの、全然もう何回でも読めちゃうなみたいな。その 深いストーリーとかいらない。もう、いや、いや、なんかもうそんな、静かなるドンとかさ。ああ、いいっすね。さあ、変な、うん、顔とか置いとけや。あ,あゴルゴとか。うん、そうなんかその、一回読んだけど、まあ読めるな、みたいな。俺は男塾も置いてほしいし。ただその、<laughs> 美容室に男塾と静かなるドンと修羅が行くと、天ンを置いたときに、その店どうなのっていう話だよね。うん、ちょっと怖いっすよね。しかも日比谷有力者から、銀座とかあの辺、丸の内とかなんでしょ。 ちょっとふわふ女性客が多いだろうしね。うん。厳しいもんがあるよね。まあ、やっぱお金だろうな。iPad とかでね、うん、見てもらうとか。あ、ですよね、美容院だとかったらねな。なるほどね。あ、それいいかもね。毛も挟まんないしね。うん,うん。いっぱい用意できるし。確かに。あ、まあやっていいのか分かんないですけど、それがなんか。 <laughs> <え>営業的に。あ、電子書籍の漫画を読ましていいかどうかだってことうん、わかんないですけど、まあ、そういうのは、ね。ああ、確かに。法律的にってことか。うん。あ、今日いてる漫画喫茶、漫喫茶は一応メラもんな。えー、まあでも漫画はお金はいい、お金がいいっていうのもちょっとね、よくないけどね。だから、あわかりました。答えわかりました。はい。 答えは多分鬼滅なんですよ。鬼滅と呪術回戦なんですよ。<laughs> いやつまんない、<laughs> つまんないですよワ。ワンピースも入る、ね、ワンピースもれ、ね、これはめちゃくちゃつまんない答えを俺言いました。うんうん、でも正解は多分それです。それが正解。でしょその男女関係ない漫画。でしょてか、今はなんかふと思ったんですけど、うん、美容院の漫画ってなくないですか なんか美容院の漫画おけいいいじゃんと思ったんですけど、うん、全く出てこないんですよ、ね美。美容美容師美容師が主役の漫画ってこと？えで,で,で美容師って腐るほどいるじゃないですか。だって店いっぱいあるから。うん、そうだね。それなのに漫画ってそんななんか名作ってあんま聞かないじゃないですか。うん。なんなのかなって今とふと思ったんですよね。なんでなんだろうね。やっぱ事件が起きないんじゃない？いやめちゃめちゃ耳とか切った。 ここあす耳切ってもさ、次続かねえじゃん。次鼻切るしかねえじゃん。<laughs> 次眉毛落とすしかねえじゃん。それすぐ終わるんだ、漫画として。うん、ああでも確かになんか、でき、やろうとはできないこともないよね。日常系ってことだよね、多分ね。とか、探偵ものとか。あ話を聞くし。あ美容師は仮の姿で実は探偵みたいな。探偵みたいな。 うん、美容師なんで漫画な相当無理あるけどな。自分が受け身で探偵って相当無理あるけど。まあでも、それだったら成立するかなっていう。でその美容師のみでやるのはきついよな。仮の姿じゃないときついな。美容師成長物語。<laughs> いや、せ、<laughs> 地味だな。<laughs> <laughs> なんか、ね、なんか美容師は、 話術を磨けとかありそうで、ちょっと嫌だなと思ったし、しかもなんか。うん、大事だろうな。うん、うん。確かにないね。てか、そんなこと言ったらい,いっぱいあると思うけどね。アメジャーなのに。のうん。うん、うん、漫画になってないみたいな。うん、だって携帯ショップの漫画もないじゃん。<laughs> 携帯ショップの漫画はないですね。そうないでしょ。な、普段いかでもあるよね。うんえ。言ったらアパレルの漫画もないよ、多分。福屋の店員の話。 ご、ご近所物語とかあれちうか。ご近所物語、そう。うん。やっぱ事件起きなきゃダメなんだよ、仕事中に。だから、ヤクザか、警察か、はたまた、殺し屋か、みたいな。だから、ね、容師やるみたいな。うん。いやその、日常系になっちゃうからな、どうしてもな。うん、まあ、ま、やっぱり、難しいじゃない、話作るのが。無理が出てきちゃうね。 なんで美容師がそんなに毎回毎回殺人事件に巻き込まれてんだみたいな。<laughs> ギャグ名の人いるからね。じゃあ、むず <laughs>、うん、いんだなやっぱ日常の職種をこう、漫画にするっ最近やったらプロゲームは結構こう、なんかなってくれたりしてると思うんですけど、うん、やっぱこうバトルものっていうのはやっぱ書きやすいんだなって思うんですよね。そりゃそうでしょうね。うん、人間ドラマ。ね。うん、まあでも続く、続けるの難しいと思うけどね。 影とかの漫画にするんだね。ああ。今結構増えてんでしょなんだっけ今増えてますよ。タイヤリタイヤリでしたああ、そうそう、アニメですよ。とかああ、すごいね、アニメって。アニメ。ゲーミングお嬢手ゲーミングを上自分のキャラクターも出させてもらってて。あフードはい。大倉持たいなラーメン好きの。大倉持子。はい。なるほど。みたいな。割となんか。 いいスポーツ題材としたものってのなるほどね。ねまあ、それを置いてくれたら嬉しいよね。うん。ただ、うん、か俺、美容院にそれやったら、たぶん、嬉しいですよね。嬉しいって言うから、知ってんだろうなって思うかもしれない。あ、自分のことあ、そうん、も業界のこと業界のことっすよね。うん。いや、そういう時代が、でも、その、なんか、来たらいいな。美容室に置いても恥ずかしくない業界になったらいいな。いや、でも、それは違うか。 そういう世界じゃないな <laughs>、うんうん。まあいいや。あれ今誰がどっちが言ったっけ今は梅原さんですね。あ、俺か。はい。これ、まあ、過去に、なんか、あのあるあるったかもしれないですけど、ちょっと、カジュアルな感じで、肉屋の息子さんからで、うん、えっと、梅原さん、ふるさこんばんはと、突然とか質問です。コロナ禍で家で飲むことが多くなりました。うん、っていうか、最近は家でしか飲んでいません。 おすすめのお酒があれば教えてください。自分はワイン、日本酒が好きです、焼酎も好きですっていう。うん、何、何のお酒がおすすめですかっていう、もう五回ぐらい答えたかもしれないですけど、ちょっと改めて。うん、いや、俺これね。いや、まあでも私はまあ時期によって違いますけど、まあ、うん、え一時ハイボールしか飲んでませんでしたね。うん、この時期は結構長いです。最近はなんか逆に、うん、まあ焼酎、ワイン。焼酎いく。焼酎結構飲んでるな。焼酎。何焼酎すか えー、な,な何とかあんま考えてないけど、でも芋が多いのかなまあ、梅沢さんはなんか芋好きそう。うん。でも何でもいいんだけどね。何でもいいんだけど、うん、まあ芋が多いのかな焼酎、ワイン、ウイスキー,かなー。ビールはなんかあんまり昔ほどは飲むのがたな <laughs> だからアメリカとかね、海外とかだったらまだね、飲んだりもするけど、日本だとね、まあ、キ飲みましたけど俺、けど相当減ったなと思いますよ、ね。ビールね。うん、昔はもう、 狂ってるほどビロンだな。もう新、新作出たら絶対買ってたしさ。あ、全種類うん。エビスがまた色違い出しましたね、<の>みたいな。琥珀ですか,とかてそう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 。ほとんど味変わんねえんだろうな、とか思いながら、騙されてやるよ、つって買ってたから。全部。朝日のこれ。なんかまた色違い出しなかったみたいな。それぐらい飲んでたけど、もう最近全然飲まないな。 ただお酒もしかしたら何か何々がいいっていうよりいろんなの飲むのがいいとかあるかもしれないですね。うーん、まね。あの、うん、まあおすすめっていうかまあ、俺が好みだからな。おすすめもねえんだけどさ。うん。いやけど、おそらくなんですけど、うん、同じの飲みたいって結構いるかもしれないです。え梅原さんと同じのを飲みながら、こういうラジオを見たいとか、ねうん、例えば大会を見るときとかにも、そういう。 感じで見た方がううそういう心理はもう1ミリも理解できないですけど、まあ、いるかもしれないですね。それで言うと、まあ、焼酎かな、最近は。焼酎だね。うん、最近私はこれでいっぱいやってるんで、大会は皆さんこれをやりながら応援よろしくお願いしますみたいな。<laughs> 焼酎だな、焼酎が多いな。ビールは飲む。ビール腹膨れちゃうからな。あんま飲まなくいいした。えー ビール長く遊べないんだよな、確かに。そう。ああそうなんですよ。前だってあのー、なんだ、青山にさ、ビールのさ、専門のさな、なんだ、なんだあの場所、もうないだろうな。表参道から、外苑、ん外苑外苑だっけなんかあるよな、隣の駅。ああ、はいはい、そこら辺ですね。あっちの方に行く途中にさ、なんか、 キャンピングカーみたいなんで、ビール売ってるのがあったのよ。お<ー>、それさ、でそこでピッチャーで買ってさ。うん。で、なんか近くに。1キロとかあるんじゃないですか。キロ。近くに飲めるとかあるんだけど、<laughs> そこでピッチャーいるんだもんね。ああ<ー>。外国の酒、うめえつって。で、空になったらまた買いに行って、みたいな。懐かしいな。もうねえだろうな、あの、みたいな。うん、まあ、今は特にやってないですようね。ん 今はなんかね。コメントであったねって言ってる人がいるから知ってんだな。うん、あったね、うん。そうそうそう,そう。まあ、っていうような、あの、軽い、軽いやつ。はい,はいはいはい。じゃあ、そうだな。うん。えー、どうしようかな。 えー、じゃ、これですか。えー、ラジオネーム、ナス。すみさん、ふうドさん、こんばんは。ナスと申します。ああ、い,いや、もめんなさと申します。えー、最近、開示シリーズのスピンオフ漫画の中間管理職と、このトネガを読んで、トネガーが案外理想の上司として、えー、書かれていて面白かったです。すみさん、フードさんは漫画やドラマなどで、この人上司になったらいいなとか、考えるようなキャラはいますか 実在の人やプロゲーマーの人でも OK です。よかったらお聞かせください。おはもう、もう俺から言うと、俺も花の刑事、うん。そうだよな、お前も絶対そうだもんな。俺はもう花の刑事ですね。いやー、俺誰だろうなでも、うん、上司。何の仕事するかによるけど。うーん。うん ジャンプで言うと、サイバリョウとかいい。サイバリョウ上司。サイバリ上司ですかなんか、頼りになるじゃん。あの、基本は泳がしてくれるんだけど。そうそう。でも、ピンチは絶対、ちゃんとピンチは助けてくれるから、最高でしょ。えるタしプだ。あ、上司 うん、だ俺多分逆、平事なんてもう、どっちかって言ったらもう、引っ張り、引っ張りばくるああ、はいはいはい。いや、引っ張りあんま興味ないね。みたいな,なら、ああいうのはいいね。うん、なるほど。うん。やっぱ俺も、俺自身も自由でいたいし。うん。でもやっぱ、この人にはかなわないな、みたいな感じの人が上司の方がいいかなっていう。サイバルお好きな人多いもんな。 かっこいいなぁと思うね、やっぱりね。ギャ,ギャップの良さが。うん。あれはもう、なんつうか、わかりやすいキャラクター作りだよね。なんかその悪い意味じゃなくって。うん、おちゃらけで情けなくって。でも、いざしたい、そのし、仕事というか、その、命のやりとりってなった時にめちゃくちゃ頼りになるっていうか、まあ、無敵<ー>じゃん実,実質無敵じゃん、あの人。あそうですね。うん。 顔もキリッとしますもんね。キリッと。やしかも、あの、声も全然違うから <laughs> あの、声優、アニメとかで見るとさ。<laughs> はいはい。<laughs> 声優の、まあ、仕事ではあるんだけどね。うん。あれはまあ、うん、っていう感じですかね。じち,ちょっと、じゃあ、思考を変えてっていうか、あれなんですけど、うん。ストファイブ。おう。話とかを、ここでちょっと。 しようかなっていうぐらい。味変っす。味変す。はいはい、うん。でもなんか思ったんですけど、V シフト、日に日に俺の中で価値が下がってきてるんですけど。うん、なるほど。いい、いい話題じゃないですかうん。なんか。多分ね、それはね、えっと、やっぱりね、どこまでいってもシフトとの相性いいキャラ悪いキャラっていると思うから、 うん、自分の使ってるキャラがあんまりシフトと相性が良くないって話だと思う。一つは。うん。あと影響も受けない。うん、ガエルでやってるとシフトは影響は受けないよね。要は。ガエルにとってそんなシステムではないのは多分間違いなくて。で、恩恵は受けてるって感じ。立ち回りで結構使います立ち回りはね、使わないんだよね。だからそこはちょっと残念なんだよね。結局、なんか決まった場面での あの、セービングほど自由度がない感じだ。自由度というかう、<うん S 1> 例えばじゃあ、その、ま、最近だと、ヨガファイヤー、EX ヨガファイヤーに打つのが強いんだなとかさ、<うん S 1> あの、そういうね、たくれそうな局面でシフトで回避とか強いんだなとかっていうのは、それはなんとなく分かったけど、それっても ただのセオリーっていうかね、決められて毎回やるだけの話だから。まあ、その表るかかってる。うん、そうそうそう,そう、表価、ね、だから打ってますっていう話でしかないから、うん,うんだそうなっていくと、ちょっとその、俺、当初は結構そういうセンスが出る部分なのかなって思ったけど、どっちかっていうと、まあ、セオリー覚えて、その通りに忠実にやるみたいなシステムになっていくのかなっていう感じだから。あ、だから、うん、そうすると、うん、俺の中でそう価値が下がったらそこなのかもしれないですね。 強い使い方を探してやるだけみたいな。うん、まあそう、そう,だそうなりつつあるね、やっぱりね。うん、個性はあんま出ないかもしれないキャラと。キャラごとに使える使えないという意味での個性は出るけど、うん、人差があんま出ないのかなという気はした。うん、ただ、ただね、ただ、えっと、状況判断はその分難しくなったと思う。うん、あ確定とかっすよね。確定もそうだし、えっと でも V リーバーにしなきゃいけない局面とか、うん、トリガー取っとかなきゃいけない局面とかっていうのは体力とかゲージ見て、うん、後から見返したら、あ、シフト良かったけど、ここは V リーバーの方が良かったなとか、ここは V リーバーもシフトも打っちゃダメだったなとかっていうのって結構出てくると思うんだよね。うん、だから、難しくなったと思う。そういう意味では、やり込みがいはやっぱり増したかなというのが俺の今のところの結論。うん、まあ V ゲージめちゃめちゃ難しくなりましたもんね。うん。 めちゃくちゃ難しくなった。うん、例えば、あの、例えばじゃあガイルだったら EX 様、えっとじゃあゲージがえっと2本ありますと。うん、EX ゲージは2本あります。うん、で V ゲージもまあじゃあ仮に2本としましょう。まあ、そこはまあ1本でも2本でもどっちでもいいんだけど、えー、キャンセル飛び道具に EX 様打てます。打てるんだけどシフトもできるじゃん。うん、これどっちがいいんでしょうとかさ。どっちが正解なんだろうとかさ。 なるほど俺はシフトだと思ってるのね、今。えっと、白60点を取りに行くってことっすよね。うん、多分そっちの方が強いなと思ってる。うーんなるほど。っていうのは、まあ、ガエルの場合、ほぼ回収可能っていうのが大きいんだけど、うん、えっと実質、えー、0.5本で60だから、1本で考えると120減らしてることになる。強いんですよ、120。V a ージ1本120はさすがに強いんで、うん。<laughs> だったら。 だったら EX よりも価値が高い、EX よりもシフトの方が偉いかなっていう感じ。V リバと比較すると EX 打った方が良さそうだなっていう感じなんだけど、うん、シフトだったらシフトの方が偉いねって感じ。なるほど。うん。まあ、その辺の判断も結構面白そうだなっていう。ああ、じゃあ純粋にもっと V シフト確定場面を考えて、うん、それスッて打ってなくなると支えちょっともったいないから、 そうだね。あ、でも、えっと、俺は結構厳しい攻めを、例えば相手が投げやすかっつって、その時にこっちが V シフト打ってて、ゲージ1本消費して何も来ませんでした。これ、うん、あれ別にいいんじゃんと思ってんのね。まあ、ガイルだからかもしれないけど。うん。うん。いうの一くらだったらやばいぐらいですよね、それでね。なんか仕込みで。うん、ああ、そうだね。そうそうそう。もちろんそうなんだけど、うん、そのうちの何回かは多分実際にシフト取ってくれることもあるし、うん。 なんかそれを見せることでノーマルバックスってめちゃめちゃ強くなったりとか。まあそうですね。うん、投げ抜けが超強くなったりするから、そう考えるとまあ投資っていう意味でも、あれで一本は全然いいなっていう感じ。今のところ。はい。うん。じゃないと多分ガイルって悪いところばっかり目立っち,ちゃうから、今回。うん、うん。まあそこをなんかあれ一本で良しとしてちょうどいいかなっていう。だから密着の受けが、受けが多分今回のガイルの進行調だね。 何で受けるか。サマーも打つし、投げ抜けもするし、爆クスもするし、シフトも撃つし、みたいな。怖さも連打するし、うん、みたいな。うん。なるほどね。いかに密着で被弾を減らすかっていう。ね、タ短脚とかキャンセルキャラに対してシフトっていうのはね、結構こう想像はしやすいじゃないですか。うん,う,んうん。そうじゃないところにどうシフトをぶつけて確定させていくかっていうのが結構課題。これだから確定じゃなくていいんじゃないのって思ってる。 例えば、カリンの立ちキックをシフトしたら、俺もそれってプラスだなと思ってるわけ。うん、その後もタクを受けないで済むから。うん。まぁ、あ、0.5で逃げれましたよね。0.5でそのタクを回避できる。うん、うん。っていうのは強いでしょうって思ってるから、うん、うん。それはもう正解でいいんじゃないっていう。うん、うん。あの、確定取れたらもちろん最高だけど、まあそれは望みすぎかなって密着作られちゃってるし。 っていう感じだね。だから。じゃあまあ。うん。まあじゃあ普通に使っていくって感じか。ないっすか、うん、もっとかっけえ使い方なんか、こう、ファンタジスタ的な使い方は。ファンタジスタ的なつ、いや、ないー。ない。いや、だからもうあれだね。多分 CA 絡みになるんじゃないもう,もう一点読みで。あ,あ、取って CA か。なんか、で、まあ CA みたいな。まあ外部じゃできないけど。 CA 早いいだとそういうのまあでもそれでも実践的じゃないからさどうせすぐやんなくなっちゃうし、うん、まあっいう感じだね、はい、だからそうだからちょっとねそう,そういう意味では言いたいことは何かっていうあれすると要はキャラがあんまり変わってないのにシフトちょっともう遊び方決まってきてませんかってことでしょ ちょっとなんか、もうちょい大幅な変更がないと、モチベータの保つのきついなって話じゃないのう,うー、そうなのかな <laughs> そういう話だからかなんかな,んかな,んかな、なだかオフ欲しくなってるんですよ、俺も。あ、そうな的なシフトをみんなで開発したいなっていう。あ,うあ,あまあ、あとは書き方でもいいですよね。変な使い方じゃなくていいと思うんですけど、実はここで使って逃げたとき、さっき言った投げ、うん を避けた、うん、けど、確定がないっていう使い方っていうのは調べたら多分あると思うんですよね。うん,うん。それこそ、カリンとかキャミーとかジャック系ガードした後のシフトは強いと。はいはいはい。だからバックステ入れ込みの後のシフト連打とか結構強いと思うよ。小技重ねてくる系のキャラには。うん。最初のジャック攻撃バックステして。うん。グラップシフトとか。あできないんですよ。グラップシフトあるか。できないんですよ。あ、うせ、あの、最初でグラップしてシフト連打するみたいな。 あーえあ、えんあいはいはいはい、そういうことね。あ二<あ>発目でってことか。あ<の>あ<ー>。そうそう、二発目。それもあり、ありじゃない小技系のキャラにはね。うん。うん。うん、そしたら多分、一点読みしないと、うん、きついと思うから、シフトは、とがめるのはね。うん、まあ、まあ、俺は変わらず、やってますけどね。え、バキュって、 ななんんかみんなそんななんか弱くなってないみたいな、なんかなんだろう、うん、まだ結構上の方って言ったりするんですけど、対戦した感じ、かまあちょっと調べたんですけど、うん、結構弱体がひどくないですか、えっと、いや、食らってる側だと思うよ、トップクラスに食らってる側だと思う。だって、ソニックのまず効果が2フレ減ってて、要するに近づきやすくなってるわけよね、相手は。うん、で、立ち台キックが3フレほぼ確定みたいな感じで、うん、スバットがマイナ4でしょ。 で、クレハでもでかいっていう。と結構やばいなと思う。うん、まあだから、食らってるけど、まあその分シフトとの相性がいいなとは思う。ああ、じゃシフトで頑張るのか。そん俺はし、ガイルは本当にシフトを受けていかに使うかって。だ俺そこのやりがいになってんのよね。どこでシフトを打つかみたいな。うー、んうん。そこは結構楽しい。でも寄られるのはもう前提で。うん。ある程度。うん、やっぱなんか、その無敵技持ってるからシフト強いなと思います それとも関係なくシフト強いなと思いますよ。あ選択肢が増えてるから強いけど、ガエルの場合はその最終手段 EX 様もあるから、うん、まあより受けが、っていうか密着が強い。密着の受けが強くなってると思う。うショーパンもあるしね。うん、そこら辺のう考え方とかもちょっと気になったな。うん、ガエルはだからもう、ある程度今回は寄られることは覚悟して、やるっていう感じだと思うね。うん。うん うん、投げだけでしあと、だから、今回結構強いのが、あの、えっと、空じゃんするじゃん。端で。逃げジャンプ。うん。で、落とされました。うん。距離かけられますとか、なんかその、着地攻めされます。そこのシフトも強いのよ。なるほど。そう。結局やり直しっていうのが今までだったんだけど、そこでシフトでんだとか、もう距離も食らわないし。今回、あの、タッチパン落とし、めちゃめちゃできなくなってる、あれきつくないですかめくりの。 あガイルは関係ない、ね。ああ、できます。なんか。嫌じゃなくてその、もともとショーパン対空使わないから。ああショーパン対空ってよりあの、明らかにもうジャンプ攻撃もあの届かないところで、うん、タッチパンで落として、こう、表裏かけるみたいなあったりしたと思うんですよ。うん。相手がおもむろに打撃打ってるとそ、その、巻き込まれちゃう。ああ<ー>、そもそもだから、対空性能がないからね、小技に。うん。で相手は別に押さなくてもいい攻撃なんですけど、絶対届かないから、うん、こっちに。 押してききた時にこう巻き込まれです、ね、なるほど。じゃあ、中攻撃以上打たなきゃいけなくなったってことか。うん、なんかそこ、結構変わったなっていう。なるほど。だか、ま、マイジャンプ結構強そうだなと思ってますね。確かに。画面端のマイジャンプの価値は確かに上がってるのかも。上がってる、うん。シフトがあるから、逃げやすくなってるはず。うん、むかつくと思うよ、空ジャンプからシフト。ああ<ー>。イライラすると思うよ、それ、ほんとに。<laughs> あ <laughs> はシフト使っってて逃げやすすくなってるる考え方するのかそう、端で打つんじゃなくて、飛び越したりなんだりしてから打つとか。なる。うん。うん、それはそっちの方が理にかなってそうだな。そう、そっちの方が多分強い。うん、あとは、例えば、その、えーと、ホンダが、えっ、ー、と、本田ホ,ホンダの話なんだけど、例えば、ホンダが今まで残技に EX100 巻打つと、うん、ダブルアイデア返せなかったのね、残技。って。うんうん で、スキルを取って駆け引きだったのよ。うん、はいはい。うん。で、まあだから、裏に落ちてマイナスに、まあ、スキル取られても、スキル取られなくても結構マイナスなんだけど、うん、その後シフトに逃げれちゃったりとかするから。うん。そう。か端から出るっていうのは、全体的にやりやすいはず。うーん、なるほど。そう。出れるんだけどマイナスに背負って嫌だなとかいうのは、結構シフトでごまかせるから。はいはいはい。うん。シフトの価値は高、高まる。そう。っていうことも。なる。 ということまで考えると結局ガエルは相対的に見てあんまり位置変わってないねっていう技は弱くなってるけど、うん、その展開をなんかしのぎやすくなってるから、まあ、きつい展開を。まあ、マップ無限だったら,ら強いですもんね。マップ無限だったらね、強いからね。最強、最強。最強クラスだからね。うん。うん、入れ替えるってことはマップ無限になる。マップ無限ですからね。うん、だから空中移動さなきゃいけないと、その場合でも意識をそこに裂かなきゃいけないから、うんまあ、発進の攻めがぬるくなるなとかね。 うん、なるほど。そうそうそうまあそういう感じで今考えてるけどね <laughs>、うん、いやじゃあもう俺は2つ質問したかもしれないです今日これで確かに、うんうん、なんかあるかな、うん、ええとじゃあ俺ねラジオでも父親、うん、来たってほやほやですね、うん、お二人は行列はどれだけ行けますか過去一番、えー、長時間並んだ行列や今これなら これくらい行列に並べるまで、行列についてお聞きしたいです。食い物屋で並んだ時間マックス、どれくらい俺、いやーわかんないけど、2、3時間くらいは多分余裕であると思うな。あーやっぱ、俺もね、ある。うん。え、覚えてるそれ。何で並んだか。え正直、 あのアメリカとか入れるとやばいんですよ。そのビュッフェとかやばい並ぶからあれ置いといて、あのニャンスさんと道っていう金町にあるラーメン屋さん並んだんですけど、うん、それはかなり並れましたね。並んでる最中にうちら焼き鳥食ってましたもん。なるほどそ,そんぐらい余裕があるぐらい並んでました。うん、なるほどね。俺はね、覚えてるのよ、まだに。一番人生で並んだ食い物。ラーメンなんですけど、 ラーメンなんですよ、ラーメンなんですけど、全盛期の武蔵。えあ新宿のうん。あそこ、行列、半端じゃなかったよ、全盛期。おお俺。多分日本一だろ、<も>だって、武蔵ってずっと日本一だったでしょ、行列。あ、まあそうっすね、あの、どっちの料理商で、あのなってて、うん、それでも、超有名ですね。当時のなんかラーメン雑誌もさ、打倒武蔵みたいなの超書いてあって。で、そう、新宿のあの、今もうあの場所に武蔵ないよね。武蔵は、 武蔵ってなんかいろいろあるんですよね。なんか今派生してるよね。いっぱいありますね。うん。そう、あの時にね、2時間ぐらいかな。うん。あらららら。そのくせ大盛りも何にもねえからさ。<laughs> ちょっとあれやだったな。うんうん、今だとなんかね、いろいろね。このツタとか。 なんか6時間ぐらい並ぶってきましたよ。は6時間なかどこにあるの銀座のやってますえっと、えー、っとお,おばあちゃん、おじいちゃんの街、サガモああ、なんちゃらヌードルみたいなのか。そう11時回転かなんかで5時ぐらいに行かないと食えないみたいな気持何だそれ全盛期、朝。なんでサガモに出したんだよ、そんなうめえのに。<laughs> <laughs> <laughs> えー、そうなんだでもさ、うん。俺は超並べるんで、うん、もう全然。いや、てかあれ、並ぶのも、まあ、要するに、なんつうの、イベントだよね。嫌な感じじゃないよね。うん。わかるわかる。一人だとちょっときついけどな、友達一緒だったら。あとよく俺が並んでたのは、そこだな。まあ、時間は大したことないんだけど、並ばないとくれないから。あの、えっ、ー、と、どこだっけ士<や>見。え、そうそう、士見だよね、焼肉。ああ<ー>、牛蔵な牛<造>うん。<造>昼。 夜からしかオープンしてないんだけど、昼間に行って予約取んなきゃいけなくて。うん。あれ、行くのがね、ワクワクして。そこそう、梅原さんのさ、地元の近くにある、あー、スタミナ園スタミナ園とあれとかもやばいんじゃないですか。うん、スタミナ園も、まあ、なら、まあ、並ぶね、並んでたね。うん。でも、そんなに、その、ふさし2時間とか、そういうレベルじゃない。うん。そうしたら、俺、結構、なんか、並べるイメージがありますね。 慣れてるからな。いや、でも地方の方が本当の行列俺やばいと思うよ。う一点集中するから。<laughs> 全員来る。全員来るから。全<員>東京はもうその行列店がいっぱいあるからさ。まだなんか、う,うん。でも昔、あの、なんだっけ。それこそジャンガラ、うん、俺が初めて行っ、行多分ジャンガラの前世紀だったのかな、今思うとわかんないけど。まあ俺が知ってる限りだと初めて行った時が、初めて行った頃が一番やっぱ人気で。 っていうのは、中1ぐらいですよね、皆さん 1> 中1ぐらい。中1、中2ぐらい。で、そう、秋葉のジャンガラって、もう、3、3往復ぐらいしたもんね、列がね。で、外にもテーブルがあって。うん、外にテーブルがあって。あの頃はまだそういうラーメン屋っていうのはなかったから、有名なラーメン屋っていうのが。で、ジャンガラがすごい、当時としてはやっぱまあ有名店で、まあ今でも有名だけど。 食いに行って、お兄さんうちで働かないですかって。中学生ですかって。中学生の時からなんそ,そんなヘッドハンティングみたいなですか <laughs> そうそう、<laughs> で、河村君が、<laughs> いや、彼、彼中学生なんで、とか言って。うん、河村君がかばってくれて。かばうというか。うん、<の>なん、なで食いっぷりが良かったですかいや、わかんない。なんでその、働かないですかって言われたかは覚えてないんだけど、うん、うん、まあ食いっぷりも良かったのかな、うん。 子供にしたいみたいな感じじゃないですか、もう勢いで言うたら。いけない、そんな。あ、常連だったからっていうのがあるのかないや、まだ全然大して常連じゃないよ。なってる。うん。おいそ,うね、そしたら、まあ、次ぐらいかな大体。うん、もう一個ぐらいで終わりかなんかあるうーん。今こう見てる感じですね。 うん。これはね、えっと、話をするっていうよりもに、紹介ってことで言うと、<お>フラジオネーム日光は僕の敵。えー、うん、ほい、先ほどアパレル系の漫画の話がありましたが、トラとハチドリというヤンキーファッション系の女性が初めてアパレルで働く漫画です。 ファッションのことやアパレルの裏の部分が知れて面白いですよ。機会があったら読んでみてください。読みます。です。これ読みます。あの、すごい、俺興味あるんですよ。やっぱ自分があんまりよくわかんない世界のことだから。うん。働いたこともなければ、働いてる友達とかもいないんで。まあ、カシャインがいたか。うん。まあ、それがいるんで、ね。<laughs> <laughs> これ読みます。うん。なんだっけ八チトラとハチドリね。はいはい。読む読む。聞いたことない。知らないね。うん。面白そう。 裏側系好きだからまあなんか多いですよね最近ねまあまあねうん虎と鉢取り面白そうよいし何でも何 <laughs> でも何 <laughs> でも何でもそうさな なんかあるからね。ああけこれこれちょっとこれ行きましょうかね。うんうんうんこれほい。自分が今回話していきたいテーマはフードです。おお<う>。先週まあ、先週というかまあ、多分二三週前だと思う。ええー、そうね。ま客観視話をしており、最後にフードさんがお嫁さんに俺って人をバカにしてると質問し、うん、めちゃめちゃしてると思うよって書いて,て、そして。 梅原さんも同意したところで、フードさんが、ああ、そうなんだと早めに次のテーマに行ってしまう、そこはどうしても気になりました。はいはい、その話の中で、フードさんは梅原さんを機関側でリーダー気質がある。梅、うん、原さんはフードさんを客観視の鬼とおっしゃってました。うん、で個人的にはそうなのかなはてな。実は逆なんじゃないかなと思いました。梅原さんはよくリスナーの質問に答えるとき、うん 定義確認し、リスナーが聞きたいであろう共感で、要するにどういうことかを話し、フードさんはどうやったら効率がいい、俺はこう思うという答え方をしているのが多いと感じます。うん人はそれぞれ違う個性を持っているから面白いや歯車が合うということがありますが、一度リスナーを客観視に見るのではなく、梅原さんが思うフードさん、フードさんが思う梅原さんのお話を聞かせていただけると幸いです。 リスナーを客観視する、うーんと、ああ、つまり、ちょっと難しいな。フードを俺がどう思ってるかってこというんうん。多分そういう感じなんだと思います。これもなんか、いい質問だなと思ったんですけど、もねうん、ちゃんと理解ができてるわけじゃなくて。うん。えっと、 そうだな。うーん。ちょっと俺が、客観、でも客観視してるよね。できてるよね。まあ、というか、なんかその客観視できてるというか、慎重な気がする。その自分の、なんていうか、強化というか、見え方に対して、見え方に対して。うん だからそれが客観視に見えるのかな。ね、例えば、うん、うん、そうだな、うん。それがない人、誰がいるか。ない。ないってわけじゃないけど。うん リスナーを楽しませる。うん。まだいろんなことを思いながら話しちゃうのは客観なのかもしれないですよね。あの、トヨポンとかさ、めちゃくちゃ自分を1.5、うん、割増ぐらいで見てるじゃん。自分で自分を。そうでしょうね。うあの、満足しないでしょうね、一生。<laughs> いや、で、いや、でね、俺はそれを、いやいやいや、って <laughs>、あの、全然言えるんだけど、ま、あれは全然客観視してないなと思うわけ。<laughs> 彼はね。<laughs> あれはかなり、かなりトップクラスに客観視できたな,なと思ったけど。いやって俺、低音学なのかなと思っちゃった。うん、ああ、ね、まあ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 、それがいい、大事なのかもしれないね、うんうん。だから、あれはめちゃくちゃ高く見つこ、見積もる、見積もりまくってる。俺の知り合いの中ではトップクラスに高く見積もってるやつで。逆に低く見積もってる人っていいのかな 水葉とか低く見積もってそうだね、なんかね。なんとなくだけど。ああま、間違いなく高くはないよねっていうのはあるから、かもしれないですよね。<laughs> いや、たぶんそれはそれどういうことそれはお前の考えだろうだって。あ、じゃじゃなくてじゃ水葉く <laughs>、うんが、自分でって<の>こと自分のことをめちゃめちゃ高く評価してないっていうのがわかるから、うんうん、それはじゃあ低く評価してるんじゃないのかなっていう。 あーふうに思っちゃうっていう話なのかなってな、ね。なるほど。なんかやっぱり若い子は全体的にそういう感じがする。あの、低く見積もってる系が多い気がする。まあ、冷静ってことなのかな。立川ぐらいか。ちょっと間違えてんの。だからあれも、低用学なのかなって。<laughs> <帝王>学<笑><笑>、ね。やっぱりあの、長の,長の子供は大体低用学っていうことなのかな。長の子供はね、やっぱね、うん やっぱなんかそのよくわかんない強気な人たち、大友さん多分大体帝王学学んでると思う。なるほどね。親の影響みたいな。うん、うん。それはあるかもしれないね。俺、うん、そうだよな。俺どうだったかな。子供、まあ相当調子乗ってたけど、でも、周りもチヤホヤしてたからな。なんかそこで総裁されて、なんか俺これでいいんだと思っちゃったな、なんかな。 めちゃくちゃ調子乗ってたけど周りがそれを許してたみたいなとこあったから、うん、話梅原さんちゃんとすごい聞くじゃないですか今はねああ<ー>今はね俺も、うん、丸くなったもんそりゃいろいろ紆余曲折を経て丸くなったから今は聞くけど、うん、若い時は結構やっぱ自分が正しいはずだみたいな気持ちは結構あった気がする覚えてないけどもじゃあその先日の人狼とか、うん、若い時だったらもっとぶっ壊してました 何なんだ、こいつら、みたいな。人狼あのそう、先日の人狼俺ずっと見てたんですけど。あ,あ、見てたんだ。あんな、あなクソ、<や>クソみたいな。うん。なんなら俺、終わった後、紙してでも見ましたもん。へ、うん、俺、俺5時間ぐらい見ましたよだから。いや、見すぎだろ。<laughs> だ <laughs> どんだけ見てる。リアルタイムで見て。エヴァぐらい見てんじゃねえかどエヴァ一気見ぐらい見てんじゃんで。そっから、見るっていうなっ <laughs> でも楽しかったね。あのー、なんだろう。俺は、その、クソな人狼、 逆にに好きになったのね最初、人狼やった時に、うわ、このゲームのセオリーって、まあ、どういう感じなんだろうっていう探求心が結構あって、もちろん今でも全然それは、あの、分かれてないことはたくさんあるのは分かってるんだけど、うん、ただ、やっぱりね、あの、ローラーとかが当たり前になってきちゃうと、うん、ちょっとなんか誰を釣るかみたいなところに俺結構その醍醐味を感じちゃってたから、うん、釣る人決まってるっていうところにちょっとなんか、 うーん、なんかなみたいな。じゃあこの話言って、うん、あんまり効果ないのかなとか思い始めちゃって。そうそう。誰を釣るじゃなくて、霊媒を釣ろうとかですからね。そう。霊媒はじゃローラーしましょうっていうのがもう決まりごとになっていっちゃって。うん、でそうするとなんかこの、うん、うん、いや、わかんない。そっちの方がいいの,いいのかもしれない。ゲームとしては、プレイングとしてはそっちの方がいいのかもしれないけど、遊びとしてはなんかそうじゃない方が面白いんよなって思い始めて。だもう PP でいいじゃんって思うようになっちゃって、逆に。 <laughs> そう、PP で何が悪いって思っちゃうようになっちゃった。もし遊びとして考えたときにね、こいつ怪しいから、もうこいつそれでいいじゃんみたいな。うん、これ、バランスだと思うんですけど、うん、その考えが発すだと、もしかしたら微妙なのかもしれない。ああ、なるほど。もしかしたら。梅原さんはそういう考えなんだけど、他の人はみんな頑張って上手くなろうとした結果、うん、何も言わない。 <laughs> <laughs> 何も言わないで死んでいくっていうのが、うん、あれよかったのかもしれないなそうだからねなんかその結構最近はそ,のそういうクソクソみたいな人狼楽しいなっていうかクソ、うん、っていうかそのそ、ね、あのセオリーセオリーしてない方が楽しいなと思うになってきてうん、うん、そうっていうのがあって全然楽しめたけどでも若い時だったらでもムカついてたかもね なんかね。めっちゃいみたいなしし。うん。若い時だったらそうだったんじゃない、うん、地下は熱くなったりするもん。あれも本当に熱くなってるのかどうかわかんないですけど。誰立川うん。地下は熱くなってるでしょただたまに人を傷つ人が傷つくレベルの熱くなり方してるじゃん。うん。あれ多分。多分下にね、やったりするそうそうそう。あれは多分本当に、本当だと思うよ。演技じゃないと思うよ。いや、演技。<laughs> <laughs> ね、の演技でやらしてる感じだ。うん。あうちょっと、うん、っ多分若かったらもっと、なんか覚えてたと思う、いろいろ。ああ<ー>。人狼を勉強したと思う。若かったらね。で今はだって、夢野さんもあれですもんね。その、あくまでも格ゲーマー人狼内しかやってないってこと、ね。ええ、うん、あのい、勉強しちゃダメだなって思うし、うん、うん。あの、 クソでクソでいいやって思ってて思るあったかいですからね、そうね、多分ね、基本的に。<laughs> あの、あとやっぱり、強い、本当に強い人っていうのは、まあ、俺まだ見たことないけど、うん、多分いるわけじゃん、その人狼界に、うん、めちゃめちゃ強い人っているわけじゃん。そのめちゃめちゃ強い人に、必要な資質を、別に自分は持ってないだろうと思うから、うん、だからこそ、なんか、よりエンジョイを楽しみたいっていう感じがあるかもしれない。 あそうですよね、うん、多分、だから記憶力とかめちゃくちゃ必要でしょ本当は。必要。メモも取らずに全部覚えておいてみたいな発言とかも。うん、ね。そうっすね。でうん、誰がつながってるのかとか。うん。あとで、ね、そんなに多分喋らないと思いますよ。喋んないあ強いやつ、やっぱクリティカルなことなのかなっていう。あー、なるほど。ゲームやった時なんですけど、やっぱ喋ると、それだけで匂うんですよね。その 例えば、孫さんとアモンガスって、うん、あの宇宙人狼で、白と黒の差がやばいんですよ。ほう。その、白い時は、その、めちゃめちゃリーダーシップ出して、結構人狼の時は、リーダーシップが出ないから、怪しいみたいな。うん。まあ、あるあるだよね。あるあるでのゲームのあるあるだよね。けど、うん、やっぱ喋んない人、強いんですよね。けど、的確に言う、なんかその、ペーズが来た的確に言う人は、そもそも、 その匂う瞬間が少なすぎて、うん、もう判断ができないから強いなっていう。うん、いやー、やもうそうか。いや、でも楽しかったなー、あの、俺の人類の <laughs> むちゃくちゃすぎて面白かったな。俺多分、視聴者もだいぶ満足度高かったんじゃないかな。いや俺もかなり面白かったっていうか、うん、ああの初めて紙視点で見たいなと思います。ああ。 なんか情報のなさがやばくて <laughs> <laughs> なんか。いや、これ絶対やばいでしょ、と思って。<laughs> いや、そうなんだよ。えそうなんだよ。いや、いや俺も、ケンジのあの、霊媒を布団に持ってったってのも相当面白かったからね。<laughs> あれは。いや、しかもねあれ、あれで許されるっていうのが良かった。うんうん、ああ、そうだね。うん、う確かに。それやっぱ、その歴ですよね。あれ1回目だったら、うん、ケンジさん下手したら出禁まであるわけで 当時レバイしを持ってったらね。うん、確かに。うん。あ、ま、れもすごい。まあまあ<や>一発ネタだけどね。って厚みがありましたね。あれあれうん。<laughs> 一発一発。あの一発ネタではあるけど。うん、うん。やっぱでもそうなんだ。雪山とかもね、なんか効率化されていっちゃうとどうしても、うん。なんか効率的なことはなんかゲームでていうか影でやればいいなと思ってるから。 うんそう、俺はね、うん、やっぱり、かかか雪山は多分、有名じゃなくて、雪山とその宇宙人狼、ダモンガスとかは、割と多分効率化になっちゃうんですよ、多分ゲーム性的にあ。どうしてもクリアがあるから。しそうそう、あのうん、何々をしないといけないとか、あと、魔法とかがあるんで、効率のいいやり方がもう強いから、うん、どんどん効率化されちゃうんですけど、うん、普通の人狼は多分相当ないっていう。 そこが魅力だなっていう。うん、そうだね。うん。いや、でもな、そう,ななそうなんだよな。いや、でもなんか、ローラーがなかったのよ、全然、あの日。初期の頃みたいなローー。ローラーっていうか、誰も何も言ってないですよ。<laughs> <laughs> <laughs> だから、ローラーって、二人 <laughs>、うん、手挙げて、同じ色だから、うん、じゃあ、あの、同じ色っておかしいから、うん、こう引きましょうね、じゃないですか。うん、誰も手挙げないから。 すごいないやあ、れよかった。あのガチ君が強人なのに霊媒出ていかないとこことかもすげえやっぱ面白かったね。俺ガチ君死で見てるんですよ。ああ、そうなんだ。んあれあれでもどうなんだろう霊媒出てった方がいいんじゃないのあれ。さすがにで。出てった方がいいっすよ。そうだよね。っていうか、うん、その、その、なんだろう。俺は、うん、なんか年長者さんだから、この村を引っ張らないといけないんだみたいな気持ちで意気込んでるんですけど。うん マジなんか何かかかも動かなないいってうし見,て見守り、見守りですか <laughs> 見守りで,公で <laughs>、うん、当人で。で、出たときにはもうなんか、最初だけ騎士扱いされたらよかったし、なんかいや。自分で騎士って言ったんでしょ確か。しかもあの、あれもようがかんない騎士って言ったの。あの、え、それは3戦目じゃないでも。あ、いいの,いいのかいいのか、3戦目いいのか。<ん>僕、強人ですって言ったやつでしょいや ?2 戦目、2戦目ですよ。あれ ?2 戦目ってが、強<あ>人あ,違うかあれ、折リカさんでしょ ああ、そうそう、ごめんなさい。2戦目はりルカトんだね。3戦目だよね、ガチ君ね。で、突然、記事、うん、ですって来たやつでしょうん。あ、記事じゃねえ、ごめん。狂人ですって言ったやつでしょ何も言わないで狂人で,<も>ですだけ言って。でも、R とゴンタが、なわけねえだろって顔して、<laughs> それ <laughs> こいつ釣りだなって顔して、相手にしなかったって <laughs> 俺、あの、狂人が促したのに成立しなかったのも初めて見たんだ、多分。いや、大抵<手>、大抵成立じゃん。うん。 うん。だあの三試合ともあれ、PP だったんですよ。うううんんん。一試合目、一試合目普通に PP ははして、二試合目、PP できたんだよね。できた、しかも、折り返す、うついてたから、強靭で。はいはいはい。ああ、気づけたよね今日。だからもう、あの人狼側気づいてるんだけど、あのガチ君とジョビンそのまま進行してって、なんか負けるっていう、初めて見ました、PP で負けた。 PP で負けたのかあれ PP で負けたんですすげえ。で、3試合目も PP になってるんですよ。す<げ> <laughs> ああ、そっかそっかそっか。だかね、えあれね。すごいな。なんからその、肩、うん、から見てて、やっぱ何っていうのが、うん、ああいうことが起きるんですよ。そうだね。それがいいのか悪いのか。でもそれでね本当に PP 起きてたらつまんなかったのね、やっぱりね。さすがにね。PP もできない連中が PP になってるから面白かったわけでね、多分。結果としてね。 それで、妙にさ、知恵が回ってさ、あれこれ PP じゃねっつって、うんうん、PP にしてたらさ、強ざめじゃん。ああ、だから、ガチ君相当良かったっすね、あそこで PP 宣言しなかったのは。うん。PP にしないということで面白かったという。うん。いや、面白かった。まあまあ。あれはでもなんだろうね、要素としては、あの料理はさ、あの鍋は、あの闇鍋はさ、うん。どれが大事な材料だったんだろうね。 俺は m の味が出たと川野だと思う。あ、川野なんだ。俺はあの3試合とも川野相当良かったですね。やっぱり、あの、新占い師がごミるっていうのもあって、なんかあの流れができたのかな。<laughs> 確かに確かに。新なのにすぐ死ぬからな。うん。で、しかもなんか、うん、で死んでいくんですよね。え 黒っぽくしんいくるんですよ。そそそうそうそう黒字にするのよ、あいつ。黒字にするっていうのは、うん、そういうのも込みで、うん、あれはかうかなりあもうし、いい香辛料ですよ。<laughs> なるほどね。唐辛子みたいな感じな,なるほどなるほど、あのピリッとした感じは、皮のがいないと出ないと。うん、つか、うん、ると、ましちゃえば俺は皮の MVP だなと思って。うーん。なるほど。<laughs> いや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 。まあまあ、じゃあそんな感じですかね。 あいっすい、じゃあ、あ配信はするよね。あしようかなと思います、今日は。<laughs> うん、はいはい。じゃあ、そのまま、プレイドするんで、配信始めてください。じゃあ、えっと、えー、翔平さん、はい、ありがとうございます。そろそろ、あのー、もうゲストを久しぶりに呼んでもいいかもね。おまあ、誰っていうのもないんだけど。 まあなんか去年結構縁があったからガチ君とかでもいいかなって思ったりもしたんだけどうんまあ超当たってましたよねうんそうそう当たったっていうかまあまあ2回ねあ,あれやってんそれ以外だとなんかいますまあまあいたら歌にああ出たいってそう出たいっていうあのマイステで連れてましてねちょうど配信も結構見てるらしくてこれはいじゃなくて あ、その、なんで俺に直、なんで俺に直で言わないんだろ直に聞けるあれあるんですか、その。ん？ツールって言えばあの、直に聞ける。直に聞ける。あ、ない。うん。言われてみゃない。あ、そうなんだ。うん。なんで出たいかまではわか聞いてないですけど。出たいの言ってました。あ、そうなんだ。なんであの、ぜひ。 じゃあ、うん、まあじゃあ。この人だってミルダも配信してたもんね。ちょっとますてます、ちょっと待っうん。よしああ、俺の方は準備できたから、ね、とりあえず一回これで落ちます。また、あいいです。じゃあ、そんな感じで、じゃあ、一回、まあじゃあちょっと待って、じゃあ、一回 DS を切りますね。じゃあ、翔平さん、ありがとうございました。